ジョー・マネリとして知られた、ジョセフ・ガブリエル・エスター・マネリは、アメリカ合衆国のジャズ作曲家、サクソフォーン奏者、クラリネット奏者。長く、ニューイングランド音楽院の教員を務め、ビブ音を用いた、音楽作品の作曲などに取り組んだ。ニューヨークのブルックリンク出身。若い頃からニューヨークで、ジャズのサクソフォーン奏者、クラリネット奏者として活動した。また、トルコ。 アルバニア、ギリシャ、中東などの民族音楽にも関心を寄せた。アルバンベルクの弟子であったヨーゼフ・シュミットに学び、十二音技法による作曲に取り組んだ。1970年からガンサーシュラーが委員長だったボストンのニューイングランド音楽院で教鞭を取るようになり、以降長く作曲と教育を軸にした活動を続けた。1972年以降は、 エズラシムズが編み出した寄付法により、微分音を用いた作品を書くようになった。さらに、微分音を用いた音楽について、独自の理論を構築し、また、オクターブを72に分割した72平均率で5オクターブの音域を持つ、鍵盤楽器を開発した。息子である、バイオリン奏者のマットマネリの勧めを受け、1990年代には、再び実演に取り組むようになり、 小編成のアンサンブルによる微分音を盛り込んだ即興的ジャズの公演を各地で行い、ヨーロッパへのツアーもした。また、アルバムの録音にも取り組んだ。マネリが中心となって1988年に設立されたボストン微分音協会は、微分音を用いた音楽や調律に取り組む団体である。マット・マネリ、ありがとうございます。